さて、安井商店シリーズの最後の一品はね、上菜干しです。特上じゃなくて上の方です。で、ここで結論を言ってしまうと、上菜干し、特上菜干し、バラ菜干しって食べてるんですけども、ここで言うね、上下っていうのはね、その味とかね、品質のことじゃないですね。あくまで値段のことですね、これは。どっちが上とかどっちが下っていうことじゃなくて、それぞれ個性があるわけですよ。だから好みでどれかを選べばいいと思うんですよ。ただまあお金がなかったら必然的に安い方っていうことになるんですけど、でこの特上菜干しなんですけどね、あ、特上じゃない、これ上ですね、間違えました。上菜干しちょっと食べてみますね。あのね、特上はなんかサシが入ってるというか脂身があったんですね。でもこれはね、脂がほとんどないです、身の中に。だからすごくさっぱりしてですね、あまり肉らしい香りはない。でもよく言ってみれば、臭みがない、すごく食べやすいんですね。でそこで思ったのが、これマヨネーズ捨てたらいいんじゃないかと。この脂身がないこの肉にですね、あえてこのマヨネーズのこう油分をつけるというこの贅沢さ、これは美味しいんじゃないですか。これはね、これはうまい。あのね、上菜干しにマヨネーズ、これ多分ね、最強の組み合わせだと思いますよ。これが一番美味しいと思います。だから、無理にね、特上菜干し買わなくても、この、まあ値段で言えば1ランク下の、上菜干しにこのマヨネーズっていうのは実は一番美味しいんじゃないかと思います。ということで、安井商店の上菜干しのレビューでした。